ウィリアム・ポール・トロースト・エコングは、オランダ・ハールレム出身のプロサッカー選手。ナイジェリア代表、ワトホード FC 所属。ポジションはディフェンダー。ナイジェリア人の父とオランダ人の母を持つハーフ。ユース時代には、フラム FC、トッテナム・ホットスパー FC など、イングランドのチームに所属していた。当時は、前線でプレーしていたが、オランダの FC フロー人間に移籍してからは、 センターバックにポジションを変え、エールディビジでプロフェッショナルデビュー。FC ドルトレヒトへのローン移籍を含め、オランダでのシーズンを過ごした後、ベルギーのカーヘントに移籍し、直後にノルウェーの FK ハウデスンにローン移籍をした。FK ハウデスンではローンでの加入である選手でありながら、チームのキャプテンを務め、2016シーズンのベストディフェンダーにノミネートされた。 ヘントに復帰後は2017年1月20日のシャルルロワ SC 戦にてヘントでのデビューを果たした。2017年7月にブルサスポルへの移籍が発表された。2018年8月17日、ウディネーゼカルチョへ加入。2020年9月29日、ワトホード FC に完全移籍。世代別代表ではオランダでの代表経験がある。父が ナイジェリア人であったため、A 代表では、ナイジェリア代表を選択した。2015年6月13日、アフリカネーションズカップ2017予選のチャド戦にて、フル代表デビューを果たす。リオデジャネイロオリンピックの最終メンバーに登録され、すべての試合に出場し、銅メダル獲得に貢献した。2019年8月1日現在出展。 s, s o c c e r w a i c o m a 入れ e k a e s e 2 0 1 9年11月17日、現在出展 national-football-teams.com。ありがとうございます。